ハインリヒ・ブリューニング、ハインリヒ・アロイシュース・マリア・エリーザベット・ブリューニング、1885年11月26日から1970年3月30日はドイツの政治家である、バイマール共和政時代末期の1930年から1932年にかけて首相を務めた。その工場経営やアイン販売をしていた父は保守的なカトリック教徒だったが、 ブリューニングが1歳の時に死去した。そのため彼の兄が、父の代わりに、大きな影響を与えた。故郷ミュンスターのギムナジウムを卒業後、ミュンヘン大学に入学し法学を学ぶが、1906年に、シュトラースブルク、現フランス領シュトラスブール大学に転じて専攻も、哲学、私学、ドイツ語に変する。1911年に高等教員資格試験に、 合格するが、教師にならず、イギリスに渡りロンドンスクール・オブ・エコノミクスで、経済学を学ぶ。1913年、ボンに戻りその2年後に、経済学博士号を取得し、当時として異例に長い学業を終えた。卒業と同時に軍に志願して、機関銃部隊の将尉として第一次世界大戦に、従軍。1918年に、ドイツ革命が起きて大戦は終結するが、 ナショナリストとして彼はこの革命に反対であり、後にバイマル共和国首相になってからもそれを公言していた。福音後は博士号を持っていたにもかかわらず研究、教育の道には進まず、1919年からカトリック派の政治家の支援者として福音軍の就学、就職支援活動に従事した。1 9二十年、ドイツ労働組合連盟 DGB 会長である、 黒ロイ修週福祉大臣の個人秘書となり、DGB 事務局長に就任する。1924年、国会議員に初当選し、中央党議員団の財政政策スポークスマンに就任。1925年、所得税を12億ライヒスマルクに限るというブリューニング法を提出。彼自身は、極めて控えめで禁欲的な人物だったが、 その専門知識から政治家としての聖望が高まった。そのため1929年には、党議員団長に就任。ラング案に対して、国内で増税と緊縮財政が行われる、場合にのみ賛成するという立場を示したが、この守備一貫した政策が、ヒンデンブルク大統領の注目を引いた。折しもドイツ社会民主党のヘルマン・メュラー首相が退陣して、 公認探しが行われたが、大統領の相談役でもある、国防次官、クルトフォンシュライハーの勧めもあり、ブルーニングに白羽の矢が立った。SPD との大連立が模索されたが、ヒンデンブルクが SPD の政権入りを好まないこと、また、ブルーニングが SPD と対立する、ドイツ人民党との連立を最終的にめたことから、SPD 側が連立を拒絶した。 1930年3月28日、ヒンデンブルク大統領は正式にブリューニングに組閣を指示、組閣作業は異例の速さで進み4月1日に完了した。連立に加わったのは中央党の他ドイツ国家党、ドイツ人民党、経済党、そしてドイツ国家人民党の一部だった。首相就任時の44歳という年齢はドイツ史上2番目の若さである。 ヒンデンブルクは議会に対立する強力な反、独裁政権、そして反マルクス主義的な政権が樹立されることに期待した。内閣最初の課題は、世界大強行の直撃を受けた財政の立て直しであった。ヤングアンはドイツに対して賠償金支払いと同時に、通貨安定化を要求していたので、通貨切り下げに踏み切った。さらに1930年6月から、 財務省代理として、支出削減案を提出したが、ヒンデンブルクの思惑とは裏腹にブリューニングは、ドイツ国家人民党の切り崩しに失敗し、この案は議会で否決された。ブリューニングは、バイマル憲法第48条を盾に、法案を通過させたが、SPD、ドイツ共産党、そしてナチ党が議会多数勢力をもって、この決定を覆した。 この事態にヒンデンブルクは議会を解散させた。それに伴う総選挙でブリューニングは無党派層の掘り起こしを狙ったが、その結果はナチ党と共産党という左右両極の躍進だった。ナチ党の第二党への躍進にドイツの格付けが暴落して外国からの投資が引き上げられ、経済不振がさらに続くことになった。議会の抑散化を狙ったヒンデンブルクの解散命令は、 完全に裏目に出。ブリューニングは正常な議会運営が困難なため62にも上る法案を議会に縛られない緊急立法として通過させた。その都度ナチ党と共産党が法案を無効とする動議を提出したが、ブリューニングは SPD の格外協力を得てその動議を退けた。SPD は ブリューニングを支持したわけではなかったが、ナチ党と共産党に対抗するため協力的な行動をしていたのである。しかし、ブリューニング内閣の SPD との妥協頼みの政権運営という状況に、ヒンデンブルク大統領は不満を持っていた。ブリューニングは、こうした緊急放棄で、緊縮財政とデフレーション政策を進め、新税導入と同時に国家支出を減らし、また、 給与減に誘導して、ドイツの輸出力を高めようと試みたが、外国も同様の政策を取り、関税を上げたため、効果はなかった。こうした無意な経済政策は、一方では、ドイツの支払い能力のなさを示すことで、連合国に賠償金支払いを停止してもらう、目的もあっとする説もあるが、現在では疑われている。ブリューニングや閣僚は、賠償金支払いさえなければ、 ドイツ経済は好転すると見ており、財政立て直しは可能と信じていたようである。外省として長らくドイツ外交を担い、ノーベル平和賞も受賞したグスタフ・シュトレーゼーマンを失った板手を、ブリューニング内閣はこうむることになる。1931年、オーストリアと関税同盟を結ぼうとしたが、両国の合併を恐れるフランスがこれに猛反対して、国内銀行に ドイツやオーストリアからの資金受け入れを禁止し、ドイツの銀行は苦境に陥った。さらに同年、ブリューニングが賠償金支払いは効能であり、ドイツにはもはや支払う能力がないとする政府声明を発表したため、ドイツ経済のさらなる評価格下げを招いて、外資の引上げが進み、経済は強行寸前になった。同年6月、商業兵や失業者に対する保険をカットする、 緊急法令が発行し、各都市では主に共産党が組織したデモ行進が頻発するようになった。こうした事態に、アメリカ大統領、ハーバート・フーバーは賠償金支払い猶予再建各国に提案し、受け入れられた、フーバーモラトリアム。しかし、ドイツからの投資引上げは収まらず、失業者は600万人を超え、すべての大銀行が数日間閉鎖を余儀なくされる。 ありさまであった。イギリスはドイツの信用が崩壊するのを防ぐという理由で賠償金の減額に応じてこなかったが、結局1932年のローザンヌ会議で減額が決められた。結果的にブリューニングは予定とは違ったなりゆきで賠償支払い義務の緩和に成功したわけだが、ヒンデンブルクはもはやブリューニングへの支持を失っていた。 4月にヒンデンブルクは大統領に再選されたが、対抗馬だったナチ党のアドルフ・ヒトラー候補に、意味嫌っていたカトリック教徒、中央党や社会主義者の力を借りて侵傷したことにいた、自尊心を傷つけられ、ますます受け絵化したためである。勢力を伸長するナチスの突撃隊禁止令をめぐり、ビルヘルム・グレーナー国防相、 内省がヒンデンブルクに近いシュライヒャー時間の抵抗を受けて辞任すると、ブリューニング内閣はさらに窮地に追い込まれた。回復しない経済不振に、ドイツはもはや経済強行から立ち直れず、濃厚社会になるという空気が世論を支配し、それにこうしてブリューニングは、ドイツ東部の農地を失業者に分配する緊急立法を提出した。この法案は、 地主が維持できなくなった土地を有効活用しようとするものだったが、地主を占めるユンカーソウの激しい攻撃を受け、さらに自身が東部の省エ主でもあるヒンデンブルクに署名を拒絶された。ゴールまであと100メートルだという強気の議会演説をしたばかりのブユーニングは一転して5月30日に辞表を提出した。異例に簡素な退任式を経て、 憔水した、そして重圧から解放されたブリューニングは入院した。独身の彼には首相官邸以外に家がなかった。ヒンデンブルクは後継内閣に外相として泊まるよう求めたが、ブリューニングは誰が後継者になるかもわからないのに外交の責任を取ることはできないと断っている。ブリューニングの移中の後継はカールゲルデラーであったが、ヒンデンブルクは フルト・フォン・シュライハーの推挙もあって、お気に入りの一人、フランツ・フォン・パーペンを首相に任命した。退任したブリューニングは、躍進したナチ党が政権の責任を負うべきと考え、その危険性を考慮することもなく、ナチ党と中央党との連立に反対しなかった。1933年1月、ついにナチスが政権を握る。3月の選挙で、ブリューニングは、 国会議員に当選したが、この国会に全権入り運法が提出された。ブリューニングはこの法案に反対していたが、中央党議員の分裂を避けるため賛成した。ブリューニングの賛成の影響もあって、賛成に転じるものも多く、この法案は可決された。党首のルートビヒカースが亡命したため、5月6日には中央党党首に就任したが、同年7月に、 中央党は自主回答に追い込まれた。1934年5月、ナチスの粛清対象にリストアップされているとの情報を得たブリューニングは身に迫る危険を避けてドイツを出国し難を逃れた。一方、ドイツ国内に泊まったシュライヒャーらは1934年6月30日の長いナイフの夜により殺されてしまった。その後スイス経由で アメリカ合衆国に渡り、ハーバード大学に教授職を得た。在米中は、ヒトラーやナチスに対する言及を避け、亡命ドイツ人との接触も行わなかった。第二次世界大戦後の1952年に、西ドイツに戻り、ケルン大学で政治学を講義していたが、当時の西ドイツ首相、コンラート・アデナウアの西側諸国との同盟政策に不満を持ち、 1954年にアメリカに戻って1970年の島でカイコロ録の執筆に従事していた。墓は故郷ミュンスターにあるウィンストン・チャーチルとの対談やカイコロ録では自分なら冷徹な戦略でナチスの対等を防げたと主張しているが自らの失勢の責任を性的に押し付けているだけという厳しい評価もある。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。